ちゃんです。さあ今回私たちはベスパプリマベーラ150に乗ってタンデムツーリングをしに行きます。楽しみだね。めっちゃ楽しみ、うん、さあそして見てください。じゃこの新しいカラーバイブ見に行く。行こう行こう。じゃあ家でも合いそうなイメージ。今回私たちが着用しているこのベスパのアパレルリュックとあとキャップ、そしてこの T シャツを着用してます。かわいいね。かわいい、ね、なんかパキってさ明るいからさ、なんかこういう風になんか私服になんかアクセントカラーみたいな感じで合わせるのもいいよね。そうだよね。もう普通にこうかっこよく着こなせるから、うん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 、このバイクにもぴったりなアパレル。そう、うん、やっぱり高速道路でこうこのプリマベーラ150で高速道路を乗るってなった時にやっぱり最初まず合流じゃない、高速道路に乗るって。そこでうまく前の車についていけるか滞りなく合流できるかっていう第一関門も余裕で突破してくれるし、しかも 150cc ギリギリの排気量っていうのもあのそれを感じさせないあのパワーと加速感とあったから高速も安心して走れるなって思いました。こんちゃん、皆さん降りて、はい、大きい。大きいね。すごい。すごい。ビッグワンさんのハンバーガー食べてきました。ボリュームあって美味しかったです。乗り心地はもちろんいいし、もうそれよりもやっぱデザインとカラーがもう素敵すぎて、私はもうなんだろう、この色を見ただけで出かけたくなっちゃうから、家に置いといたらもしかしたらめちゃめちゃアウトドアな人間になるかもしれないなぐらい、あの元気が出るバイクだった、うん、いや今回のねこの
プリマベーラ150この新しいカラーバイブ見た時にこうド派手なオレンジにこうビビッドでもう目がチカチカしてなんだこれみたいな見たことないぞと思ったんだけどでもなんだろうずっと一緒に運転してツーリングして遊んでるうちになんかむしろこれくらいじゃないと物足りなくなってきちゃったなぐらいでしかも他のこのね今回オレンジがメインだったけど逆パターンブルーがメインのカラーになってるのもあってなんかその2台で並んでとかもっとさらになんだろう映えるしおしゃれな雰囲気もあるのかなみたいに思ったりして イメージしかない乗りやすいし楽しいしずっと乗ってられてお尻も痛くないしでもパワーもしっかりあるしでプリマベーラ150でタンデムって初めてだったんだけどこうセンちゃん後ろに乗っけてても私自身もこのプリマベーラ150だったら全然どんどん走っていけるなって思ったし渋滞に巻き込まれちゃった時とかあの時とかもなんか結構安定して走れてたからふらつくことなくシートが広いし、まあ、ふにふにした感じでちょっと柔らかいシートだから長時間乗ってもお尻が疲れなかったのがすごく良かった。今回は千葉に行ったり横浜に行ったりいろんなところをタンデムで回ったけど実際せんちゃん、うん、ベスパプリマベーラ150に乗ってみてどうだった？そうだね、まあ、私はずっと後ろに乗せてもらったんだけど、うん、本当に広々してるから、うん、あのゆったりとツーリングすることができました。確かにこのねシートがかなり座面が広くて、うん、しかも結構なんだろう、うん、クッション性もムニムニそうムニムニしてるからる、ねうん、疲れにくかったかな。分かる。私も前にね乗ってたんだけど、うん、あの全然お尻が痛くなることもなくて、うん、ずっと乗ってられた。そうだよね、本当に楽だった。しかもそうそう、うん、まあタンデムツーリングっていうことでセンちゃんを後ろに乗っけてるから普段はローシートでして走ってたんだけどその標準のシートでも両足私154センチだけどつかなくはないかな。つま先ツンツンではつくしでもあの車体が軽いからそのつま先ツンツンでも怖さはなくてでなんだろうな標準のシートの時はこの先端がちょっと出っ張ってるからそれがこう前に滑らないストッパーの役回りになってるのかなって思ってて今回、うん、タンデムツーリング、ね、でも 150cc っていうことでちょっと上り坂とか合流とかどうなんだろうって思ってたけど、うん、もう加速もしっかりしてくれて、うんうんうん、パワーがあったから前の車にあの置いてけぼりになることなく、うんうんうん、しっかりついていくことができたからなんか安心して乗れた。あ、うん、そしてやっぱりねベスパって言えばこのおしゃれさじゃない？他のメーカーにはないよね。おしゃれだった。今日一番私たちおしゃれだった、うん、そう本当に目立ってた。目立ってたよ ね、 ね映え写真みたいなのさ。そうそう別にこの撮影関係なくてもプライベートでいっぱい写真撮ったよね、うん、そうめちゃめちゃ撮った。もうインスタ映えめちゃめちゃしたね今日は。するするするこの子自体だから例えばさこう
ベスパー購入しようか迷ってるな、スクーター、ただ見た目が可愛くて欲しい、でも乗り心地どうなんだろうみたいなさ、人がいたとしたら、なんかどんな風におすすめしたい？そうだね、いやもうこんなにもこう気軽に楽しく、それこそこのカラーがさ、もう元気になるカラーだから、あの出かけたくなっちゃうと思うんだよね、だからそういう人はもう買って買った方がいい、うん、私自身もなんかさ、こうやって取り回し自体もすごい軽くできて、あの坂道とかも全然押せちゃうし、一人で女性の方でも一人で全然できちゃうから、そういう意味でもなんだろう、お出かけをするなんだハードルが低いのかなっていう風に、それはある、私やっぱ一番この取り回しが苦手なところがあるから、このベスパはねすごく楽に取り回しができたので、もうツーリングのハードルはめちゃめちゃ下がりました。下がるよね、下がる、はい、しかも私的にはちゃんとここにねシート下もそうなんですけど、充電のコードもさせたりとかもするし、そういうのとかもやっぱこうこれからねツーリングの季節にすごい、まあ、充電とかも気にせずできていいのかなって私は思ったりしました。そうだね、便利だよね、このベスパプリマベーラ150に興味を持った方は全国の正規ディーラーさんにぜひ足を運んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。平島夏美とせんちゃんでした。運転はもう本当に安心安全で、もう何も考えずに乗れた。で途中で私じゃあタンデム前へ行くかって話をしたけど、もうなっちゃん断固拒否でもうずっとなっちゃんに運転してもらいました。ありがとうございます。